メインレースのスタートを迎えます第22回兵庫ジュニアグランプリ2歳馬の G2 戦です。距離は 1400m、 4番モンベスグロリアスルカ取り消して11頭です。人気は JRA 勢が上位、デビューから2戦2勝の1番デュアリスト 1.9 倍、そして連勝で前走なでしこ賞を勝った7番ゼンノアンジュが 2.4 倍、この2頭人気分け合っていました。さらに8番ルーチェドーロ 8.7 倍、2番のレディバグ 12.0 倍とオッズは続いていました。ゲート入り4コーナー奥で進んでいきます。すっかりともうホームストレートは長いスタンドの陰に隠れました。4コーナー奥スタート地点には西日が差し込んでいます。兵庫ジュニアグランプリダートグレードのタイトルを取るのはどの馬でしょうか。ゲートイン順調です。最後に12番の三千とこれから向かいます。ゲートインが終わりました。スタートしました兵庫ジュニアグランプリです。大きな出遅れありません。さあ注目先行争い、内の方から1番デュアリストが出ていきます。デュアリスト行く、そして7番のゼンノアンジュ、外からスーッと10番ジョーロノ、浦和のジョーロノも前に加わっていって前3頭広がります。3馬身後方2番レディバグが4番手を取りました。あとは8番ルーチェドールは中段5番手、その後6番ツムタイザンです。11番 BI フェルフェが追走して1コーナーカーブ、あとインコースから3番のオンドレスンドレ追走、1、2コーナー中間へ、その後ろからは11番の BI フェルフェが行きます。あとは9番フセノチェリー、そして5番ハイコーツ、最後方12番三千と800通過で向こう正面です。1番のデュアリストが難なく花を奪いました。鞍上福永リード1馬身です。追っていくのは7番ゼンノアンジュ、人気老馬がレースを引っ張ります。2番のレディバグが3番手、600を切りました。2馬身後方、牛を通って10番ジョーロのちょっと後退か、外から8番ルーチェドーロが4番手に変わります。2馬身後方、3戦3勝地元期待の6番ツムタイザンはその後ろです。 3,4 コーナー中間、あとは2馬身差11番 BI フェリフェ、400馬すでに通過、早くも馬群はばらけて4コーナーに入っていきます。さあ先頭1番のデュアリスト、リードが1馬身、そして2番手は7番ゼンノアンジュ、3番手2番レディバグでこれから直線です。あとは離れました。3頭の攻防は1番のデュアリスト先頭、追ってくるのは外から2番のレディバグ、それから7番ゼンノアンジュ、遅れを取って3番手粘る1番のデュアリスト、外から一歩一歩接近2番のレディバグ、しかし1番のデュアリスト3戦3勝ゴリ、弱は2番レディバグ、離れて7番のゼンノアンジュ3着、逃げ切りお見事。1番のデュアリストデビューから3連勝で兵庫ジュニアグランプリ制覇、鞍上は福永祐一です。